介護職は今あのすごく人が足りない状況にあります私もそうですし皆さん生きている限りそうだと思うんですけれども年を重ねていく たびに自分がやりたくてもできなくなってしまうこともいっぱいある中で、まあその時に誰かの手が必ず必要な時が年を重ねるとやってくると思うんです。まあ職業的にはその楽しいことばかりではないとは思いますけれども、これはでもどの職業もそうだと思いますので、あの、和気あいあいと人と触れ合う <laughs>、あの、お仕事。 もう直球で言うとそうなると思いますんであのぜひ介護職を選んでいただきたいと思いますよろしくお願いいたしますやりがいはやっぱり楽しくできることとかお手伝いとしてできることがやりがいやと思ってますありがとうって言ってもらえたりすることも自分嬉しいと思うあんまり楽しい仕事なんでしんどいこともあるんですけど きっと大丈夫だと思いますいけてるんで自分でも一緒に頑張って働きましょう責任感と優しさこの二つが必要かなと思います直に見れるんでやりがいはかなりあると思いますねはい初めて入ったらすぐみんなとあのコミュニケーションも取れるしいつも優しい分かんなくことがあったらすぐ教えてくれるしもういつも笑顔で。 あの、喋ってくれるからめっちゃ嬉しかったですね。職員さんが優しくて。最初は結構日本語、あの、あんまりわかんなかったけど、でも、職、あの、職員さんはいつもゆっくりで日本語で喋ってくれるし、で、わかんな言葉があったらすぐ、あの、たとスマートフォンとか、あの、紙には、あの、漢字書いてくれたり、嬉しいですね。 ここで決まってもう正解だと思いましたさくらんぼのマークがあるんですがマークの言われというのが一応人がいて身になるっていう意味でそれでさくらんぼのマークをつけてます私たち、まあ、働く職員だけじゃなくて、まあ、お客様と共にハッピーになろうとそれ以外にはやっぱりその自己成長がまずキーになると自己成長しないと企業の発展にもつながらないし社会貢献もできないなのでまずは自分を成長させると いうこともやっぱり経営理念の中にも、織り交ぜて、あります。全共通としては感謝という言葉をキーワードに。やってます。チャレンジしたいなとか、いろんな新しい。知らない世界を飛び込んでみたいなっていう方も、あの、どんどん受けたいなと思いますし。あの、やっぱその優しさとか、人とのコミュニケーションを取るような仕事をしたいとか。そういった方には、まず、この介護の仕事っていうのは。 魅力的なんじゃないかなと思います。